ヘアサロンザフォーエバールックスの斉藤です。よろしくお願いします。で今回はお客様に見せる鏡は、綺麗かで鏡の見せ方で、ちょっとリピート率が変わるというか、綺麗に見える秘訣を教えたいと思います。でそもそもこうなんかワゴンに入ってるこのお客さんに見せる鏡が、汚い美容師さんめちゃくちゃ多いと思うんですよね。なんでかっていうと、この持つ時にスタイリング剤とか触った手でこう持ってるとめちゃくちゃ手垢がすごいついてると思うんで、まずこう、手垢をつけないで持つのと、とにかく綺麗にする。なんでかっていうと、せっかくこう綺麗になった髪の毛をこう見せるのに鏡汚いと、お客さんが多分絶対鏡汚いって思ってると思うんで、そもそも綺麗に見えなきゃ意味ないと思うんで、実際汚いなと思ったこと ない鏡ありますかね。絶対それも汚いなって思っても、お客さんは鏡汚いですねとか絶対言わないんで、なんか鏡汚かったなと思って帰るか、自分の髪こう綺麗ですねってこう見せられてるのに、なんか鏡汚いなっていうのだけちょっと気になって、なんかこう綺麗になった髪を見てないみたいな感じもあったりすると思うんで、自分の鏡はもう毎回お客さんに見せるとき綺麗かどうかっていうのをやっぱり気にしてもらえればなと思います。であと鏡の見せ方なんですけど、なんか普通にこういう感じで見せるのではなく、ちょっとこう角度つけて斜めでこう上から当てて、あと最近だとこうちょっとこう手を入れてこういう感じで、髪の毛の色どうですかみたいな、すごいツヤ出ましたよっていう、こうなんか上から見えるような感じにしてあげると、なんかアホ毛とかなんかすごいツヤツヤに見えるので、こういう斜めな感じでちょっとこう手をこう入れながら見せてあげると、すごい綺麗になってツヤ感が出るカラーなんだなって多分お客さんに見てもらえるんで、こういう見せ方をするのが、ちょっとこう今っぽいと思います。やっぱちょっとしたことなんですけど、多分結構このこういう手の動きでツヤ感が変わって見えたりするんですよね。実際結構変わんない、なので見た時にこういう感じで綺麗だと、めっちゃ綺麗じゃんみたいな感じに、毎回なると思うんで、その辺を細かいですけど意識してもらえればなと思います。次回の動画は、意外にお客さんが見てる美容師のワゴンの中だったり、スタイリング剤についてる髪の毛、その辺を、しっかり綺麗にしないと、やっぱり自然失脚しちゃうよという話をしていきたいと思います。今日もありがとうございました。